らず、この前はもう足の家族全員一輪車が大好きです。一家のお父さん長谷川博明さん、今日も練習に余念がありません。まず伺いたいのは、はい、あの16年もの間、この大変に一輪車に、没頭された、そのきっかけ、その教えてください。きっかけはですね、あの息子が一輪車、娘と一輪車の、あの江別の方で大会があって、それを私が見に行った時に、今この方なんですけど、今もう90近いんですけど、その方がその頃もう70前後だと思うんですけど、走ってるのを見てすごく速かったっていうか、滑走と走ってたので、それがきっかけで、なんであんなに速いんだろうと、自分もできないだろうかと思ってやったのが、どうしても走ってみたいっていうのがきっかけで、普通だったらもうヨレヨレったら極端な、言葉にしたら悪いんですけど、普通の、おじいさんではないっていうか、ただもんではないと思って、私も負けられないと思って、負けず嫌いだったので、それがきっかけで絶対勝ってやろうと思って、この人にも勝ってやろうと思って、それが本当の本心ですね。それで、うちの庭で、子供の一輪車を借りて、やったのがきっかけっていうか、それから、練習を重ねて、今度はみんなで、家族みんなで出れるような大会で行くような感じで、それで、一応、39歳の時に初めて大会に出て、あの人何なんだろうっていうような感じで、結構、体力的に足も昔から速かったので、足の、走り方が異常だということで、みんなから注目を浴びて、極端に言うと39歳頑張れっていう声援とかもあったっていうのが正直なところで、それが嬉しくて、自分もこうやって頑張れる。この年でも、あの人のように、その60何歳の時に、70近い方が走ってた時のように走れると思って、ずっと始めてるのがきっかけですね。大人で一輪車やる方って、意外に気の強い頑固な人が多いのかなと、それでやっぱり負けたくないという、そういう気持ちが多分継続できるっていう、そういう感じなのかなって思ってます。こんなになんか長く家族でこうやるものだって思ってなかったので、最初はもう本当に子供だけで終わるのかなと思ってたんですけど、なんか大人の方がハマる。一輪車指導員の資格を持つ奥様、一家の資料を整理しています。児童センターに一輪車を家族で教えに行ってた時の写真で、息子と主人が初めて静岡で行われる一輪車競技大会、全国のですね、そこに出場するときに、ちょっと同心の方に取材された時のなんですけど、一輪車の魅力って何でしょう。それはやっぱり自分の力で走っていく、自分が一生懸命やって努力してやれば絶対勝てるっていう、自分が努力しなければやっぱり勝てない。それでは博明さんの全日本一輪車マラソン大会での活躍を紹介しましょう。多くの素晴らしい成績を持つ長谷川さんですが、北海道と本州の気候の違いに苦労しました。努力と工夫で克服しています。走りっていうものは、いざ静岡の大会に行くと違い感じられたっていう。そうですね。やっぱり重たいっていうのが現実。
だから北海道でこう走ってて、自分でこうタイムを測って42キロ走った時は、すごくもう2時間10分とか10何分ぐらいで走るんですけど、あっち行くとやっぱりかなり違うっていうか。だから北海道で大体距離測って、これぐらい走って42キロか50キロぐらいかなっていうのをやって、毎回、まあ練習、36号線ってのはおかしいですけど、走って何周もして、タイムを測ると、やっぱりその2時間10分台っていうのは必ず出るので、向こう行っても勝てるかなと思うと、やっぱり、毎年なんですけど、やっぱり重たいっていうか。だから私の場合は、練習するときに必ず坂を、こっから行くと、家から行くと坂が必ずかなりあるので、坂を登って、思いっきり漕いで筋肉をつけるっていうか。それをしないと平地だけだと、やっぱり足に筋肉がつかないので、山坂登るっていうか、坂、登りだとか下りも、平地の走ってる時と同じような速度で走らないと筋肉がつかないので、それでまあ、いいタイムが向こう行っても出れるのかなっていうのがあるので、負けず嫌いと。そうですね。で、一応、まあ、私、娘も息子も、本当に途中からはライバルっていうか、選手として見てたので、親と子でなくて。だから、絶対子供にも負けたくないし、誰にも負けたくないっていうか、北海道一位になりたいっていうのが。練習してるときに、やっぱり注目されますね。そうですね。やっぱりそういうときは、やっぱり窓を開けて、お子さんだとか、大人の方でも頑張ってっていう声をかけていただいたりだとか、あと自転車の競輪の方々が、まあ、一緒になって走ってくれたりだとか、あとはバイクの人が手を挙げてくれたりとか、あと外人さんがたまたまこっち、昔の多分、自分で歩いて、なんか旅をなされてる方だと思うんですけど、そういう方がたまたま一緒になって抜かしていったら、お、すごいですねっていう片言の日本語で喋ってくれてって、サンキューって言って言う時もあるし、写真撮らせてくださいっていう方も、まあそういうこともあるので、どこかで皆さんが見てる可能性はあるかもしれないですね。全国のレベルでは、まあ、20位以内には間違いなく入ってるの、15、6番には間違いなく入ってますね。ワッツの自動センター、うん、それと団地に行こうよっていう、うん、新たにできたので、そこのワッツの団地自動センター、そこの自動センターにちょっとまあ、予定年に2回とか、うんうん、もしくはちょっと何回かって先生と話し合って、一輪車教室っていう形で家族で教えに行ったり。一生懸命に努力する子には大会に出場させるチャンスをあげたいと長谷川さんは語っています。今の、まあ、スポーツだとやっぱり強い人は出れるんですけど、弱い人ってなかなか出れないので、だからまあ私は一生懸命頑張ってやってる子に関しては絶対出すっていうか、その陰で力を一生懸命頑張ってる、どんなことでも頑張ってる子には私は一人者もそうなんですけど絶対乗せてあげるっていう自信は持ってます。こういうスポーツを通じて、やっぱりこう家族はいたらおかしいですけど、そういうのをやっぱりもう増やしていただきたいなって家庭には思いますね。小さい頃からでもいいので一緒になって親がスポーツをしたりとか、一緒になってバカやったりだとか、どんなことでもいいんでやっていただきたいなっていうのが、そうすると子供もやっぱり伸び伸びと育って、いろんなことに挑戦できるんじゃないかっていうのがあると思うので。お孫さんも一輪車が大好き。近い将来、3世代一緒に全国大会に出場することになるでしょう。頑張れ、一輪車一家、長谷川さんファミリー。